情熱的に弾こうという気持ちで演奏しました。コンクールではですね、基本的にはバッハが GS バッハの作品が中心になるんですけども、バッハに関わる作曲家の作品も演奏しました。正統派ではないんだと思いますけども、それでも僕がやりたいと思ったからやったんですねうまいこと受けたというか、運よく認めてもらえたというか、そんな感じがしましたオルガンの方がピアノよりもハーモニーがより直に感じやすい楽器なんと思っています。ピアノというのは弦楽器ですよね。弦を叩いて、音が出る。で、減衰するんですよね。で、それに比べてパイプオルガンというのは管楽器ですので音が持続しますね。ハーモニーをより深く楽しむことができる楽器だなといつも思っています。高校生の頃にですね、この実はバイカウントのオルガンを家に持ちまして、それで実は練習してた。もともと母がクラシック音楽が好きで、小学校の頃からよく CD をクラシックの CD を聴いておりまして、中学生になった時にたまたまバッハの CD を聴いたんですね。で、その中にオルガン作品がありまして、その音楽に非常に感銘を受けたのがきっかけです。もちろんバッハも演奏していきたいと思ってますし、僕が留学先に選んだリューベクという町は北ドイツに位置するんですね。で、北ドイツの古い音楽というのが僕は好きで、もっともっと広めていきたいなと思っております。